どうも、WCCF を復活させる会会長レオンです、今回はですね今ちょうどプレミアリーグで、首位を走っているマンチェスターシティから、マンチェスターシティのエースですかね、ケビン・デブライネを紹介したいなというふうに思います。デブライネはね、なんかほんま俺の中ではここ3、4年って感じやのね、強烈にインパクトに残ってるのは。だから前回のワールドカップで本当になんか真の意味でブレイクしたかなっていう印象。まあ本当はもっとね、前からすごい実績あったんですよ。そうだから最初ね、俺覚えてんのはね、チェルシーかなんかにいたんですよ、モーリーニョの時で。モーリーニョはもう分かりやすくて、なんかもう戦える選手じゃないとすぐ放出しちゃうんですよ、有望な若手でもね。でその頃まだまだ若手のね、なんかゲームメーカーっていう感じだったんで、すぐにドイツに行ったんですよ。ドイツどこやったかな、ボルフスブルクかブレーメンかどっちかですよ。でそこである程度試合で活躍しましたと。でその時まだレンタルかなんかやったんですよ。でチェルシーに戻ってきて、でまた出れなくて、その時もモーリーニョかどうかわかんないですけど、出れなくて、でまたドイツに行ったんですよ、ブレーメンかボルスブルクどっちか。でそこで活躍して、で今度は、シティかに移籍して、これは完全移籍ね、に移籍してから今のケビン・デブライネが生まれたと、こういう感じなんですよ。だから最初はだ結構ね、そのくすぶってたし、まあ試合に出ててもなんていうかな、そこまでそんな世界でね、ある程度名の知れたトップレベルになるほどの選手になるかって言われても全然思ってなかったし、そこそこ頑張ってんなっていうぐらいの選手だったんですよ。でシティに行ってやっぱりヘップに出会ってからね、一気になんかもう別人のようになりましたよね。で前回のワールドカップはね、やっぱりすごく衝撃的というか、優勝するかなと思ったんですけど、さすがにそこまでいかなかったですね。で分かりやすく言うとね、テクニックのあるジェラードって感じですよね。ジェラードよりもテクニックがある、そういう感じですよね。だから本当に世界でも本当にもうナンバーワンのゲームメーカーでも、なんかこうチームのためにね、こうまあ当たり前ですけど、まあ走れるとか戦えるというか、でめちゃめちゃ上手いみたいなね、すごいですよね、まさかここまで来るとはね。まあそんな、でもケビン・デブライネでもチャンピオンズリーグは取ってないですからね。まあシティね、いつかというかここあと3年のうちには取ると思うんですけどね、その時にデブライネがねピークでずっといられるかって分かる、まあいると思うんですけどね。ケビン・デブライネって何歳だろう、でも30ぐらいですよね、もうなんだかんだで、なんだかんだで30歳ぐらいですよね、確か。すごいですね、ミッドフィルダーですけどチームで一番点取ってますからね、15点、さすがっすよね。1991年からもう30過ぎてるんですよね。だからもう来月で31になるんか。だからせやな、まああと 3,4 年はピークでいられるかな。まあでも間違いなくね、今世界でナンバーワンのゲームメーカー、だと思うんでね、セントラルミッドフィルダー。ゲームメーカーって言い方ももう古いけど、本当にミッドフィルダーの一人ですよね。はい、まあそんな感じで、ケビン・デブライネね、カード言うてね、デブライネのカードもさすがにもう WCCF の後期の後期なんで、ほぼほぼないんですよ、カードはね。で俺も別にそんなケビン・デブライネ使ってないんで、枚数がほぼないんですよ。なんで、自分の中の1枚、を紹介したいなというふうに思います。はい、それでは、WCCF カード紹介、マンチェスターシティのケビン・デブライネ言いましょうか。ケビン・デブライネはね、実はね、もう1枚しか持ってないんですよ。それもレギュラーカード、これやばないですか。90ってやばいよね。
90はやばいよね。うん、かっこいいね。うん、これ多分、でも付録かな、これ。あ、これ付録ですね。なんか雑誌の付録ですわ。90ってエグすぎやもんね。もう壊れカードよ。だから本当にまさにトップ下とかさ、ゲームメーカーには持ってこいのカードでね。テクニック18、やば。スピード16、スタミナ16。だから本当に普通にスタメンで使えるからね。うん、スタミナがないとね、どうしてもサブに回っちゃうんですけど、スタメンで使えますからね、僕は。いやー、これマジかっこいいな。本当にもう、シティに加入したての頃のデブラインですよね。この頃監督誰やったの？もうヘップやったのか。ちょっと覚えてないですね。あ、あれか。あのチリ人、ポチェティーニじゃねえわ、今ベティスでやってる人ですよね、確かね。なんか謎に評価されてる人ですよね、まあ、謎にというかタイトル取ってるんでね、プレミアは取ってるんでね、そのチリの人。あ、ペッチェグリーネ、ペッチェグリーニか。うん、そうその人のことでプレミア取ったんですね。チャンピオンズリーグだと全然取れなかったんですけど、いや、これいいね。レアのデブライネあるんですけど、俺は持ってないんですよね。いいかなと思って。あの、レギュラーがあるんだから。うわ、かっこいいな。これこそまさにずっと見てられますよね。多分これからね、シティの、もう今でもレジェンドですけど、これから本当にね、本当にみたいなレジェンドになっていくんでね。シティでおそらくチャンピオンズリーグ多分取ると思うんで、間違いないですよ。いやー、かっちょいわ。90ってのやばいよね。だから多分この頃からかな。なんか壊れてきたよね、レギュラーカードが90とかね。多分90マックスじゃないかな。90以上は多分ないと思うな、さすがに。88と89もあったと思うけど。90えぐいよな。はぁ、やっぱ。はい。果たして今週末ね、シティは。今週末の今週末か。シティは。プレミア取れるのかどうか、もう今更ね、プレミア、まあ、更何回取っても嬉しいかと思うんですけど、今週末マジで楽しみですよね、はい。まあそんな感じで、WCC のカード紹介、チェルシーではシティのケビン・デブライネでした、はい、ありがとうございました。